どうも皆さん、マーシーです。というわけでマーシーがお送りいたしますバンドリ。さあ来ました。今回のカバー曲はエゴイストさんの名前のない怪物。この曲は私大好きなんですね。この曲はロゼリアでカバーされました。それではこちらの曲を少し解説していきましょう。 Let's play ガールズバンドパーティー。さあまた後取りで実況していきます。よろしくお願いします。今回の難易度は26でございます。また左上にね、デモ動画が載っけております。これはね、この曲前半はスライド、サビはフリック、後半は連打を意識してプレイをすればいいかなと思うんですけど、前半ね、やっぱりこのスライド、人差し指だったらそこまで難しくはないんですけど、親指の方だったらね、先ほどのスライドもそうなんですけども、結構ね、難しいんじゃないでしょうか。僕もね、親指でやるときはね、結構苦労しました。さあ、この前半の、スライドが終わると、あとは今度は連打というか、結構単純なノーツになりますね。この曲の思い出といえばやはりね、サイコパスですけれどもね、もうずっと見てましたからね、私サイコパスね。1期も2期もね、全部見ておりました。全く関係のない話ですけれども、はい、よければ見てみてください。さあここからですね、トリルもちょっとずつ増えていきます。でこのスライドなんですけど、お使いの端末によってはちょっと変わってくるのかもしれませんけども、ほとんど指を動かさなくても反応いたします。さあここからサビになります。サビの前のこのフリックもちょっとね、気をつけなければなりません。そしてサビこちらですね、フリックがね、大体3連続から4連続きますので、場合によってはこうフリックをする向きを、外内外と変えても大丈夫です。僕は全部外向きでやっております。今回はそうで、最後だけ4連続でフリックがありますのでお気をつけください。でここからちょっと連打が続いて、最後はトリルが、入っていきます。さあここからまた連続で、連打がありますので、こちらもね、ちゃんとこう感覚というかリズム感をとってやると簡単です。さあこのままいって、フィニッシュと。よしさあスコアはこんな感じでございます。判定強化があったんでね、グレッスが少ないのはしょうがないんですけれども、26の曲の中で妥当な難易度かなと思います。何よりね、スライドとかトリルとか、あとフリックなんかもそうなんですけどもね、非常にね、練習できる部分もありますし、この曲めちゃくちゃかっこいいので、ぜひ皆さんもね、こちらをプレイしてフルコン目指してみてください。それじゃあ皆さんまたね。動画を見てくれてありがとうございました。いつかチャンネル登録もお待ちしております。よろしければ他のマーシーの動画を見てみてね。バイバイ。